どうもアガポニです。今回はどこから行けばいいのか分かりにくい地底にあるパパセの根を解放する方法の紹介です。それでは早速行きましょう。パパセの根はマップで言うとセパパの祠なる島の真下にあります。その上でこの地底の一帯はこんな感じで、上にある島と同じ範囲で独立して区切られた場所になっているので、その外側はたどり着けない場所になってます。なのでこの島のここにあるハイラル城外堀、東深穴から移動する必要があるんですが、厄介なことにこの深穴は発見するまでマップ上には表示されないといった仕様になっているのでかなり分かりにくいです。というわけでこの深穴までの具体的な行き方の紹介です。スタートはセパパの祠から行きます。セパパの祠自体は監視砦からぐーっと北東に移動していけば特に問題なくたどり着ける場所になってますね。まずはこっちの南の方に移動していきます。でこの岩があるあたりまで来たら、ここから海の方にパラセールを使って降りていくと、そうするとここに入れる穴があるので、ここから中に入っていくとここに深穴があります。あとはこのまま下に降りていくだけですね。地底まで来るとレグガーマがいるんですが、倒す必要はないです。ただこっちに気づいて飛び上がって攻撃してくるので、被弾には注意が必要になってますね。でこっちの北側に移動していけばパパセの根があるので、ここの光に触れれば解放することができるといった感じになってます。ちなみにレグガーマの倒し方は過去動画で解説しているので、必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。